はい、皆さんこんにちは。今日はですね、スターウォーズバトルフロント2の、ソロプレイのですね、バトルシナリオをやっていきたいと思います。バトルシナリオはそのスターウォーズの名場面を舞台にした戦いが楽しめるというゲームモードです。そうですね、じゃあ今日はダークサイドでやってみたいと思います。じゃあまずは一番上の皆殺しだからやっていきたいと思います。はい、ダースモールがこれ使えるんですよね。はい、じゃあ最初に、じゃあ自分はじゃあロケットドロイドからいきたいと思います。制限時間内ってことですよね。気がいるのでちゃんと相手の左下のマップで相手の位置を見ながら、あ、後ろにもいますね、これいないか。うわ難しい。こうやって逃げながらうまく、ああやられました。ああ難しい難しい難しい、やっぱ難しいですね、このロボットで行くと。できるだけ相手に後ろを取られないように行った方がいいんですけど、だってこうやって隠れて、隠れると回復するのでうまく隠れながら、あ、後ろにいますね。こうやって逃げながらうまく、そうですね、難しいですね。敵に今囲まれてるっていうか、大勢なので相手が、で不利だと思ったらこうやって逃げて、で技によってはこうやってロケットランチャーみたいに大技があるので、それで牽制しながら、おお難しい。はい、狙われてますね、これは。そう、でも時間があるんで、これは制限時間内にいけるかどうかですね。うわ難しい、時間が足りないですね。敵を倒すともらえるので、時間がなんか逃げてばっかりだとやられてしまうということですね。じゃあちょっと最後までロケットドロイドやってみたいと思います。あーやばい、あと17秒しかない。いますね、こっちに。倒せばよし、よしよし、あー足りない、待って、あーダメでしたね、時間が足りなかったです。はい、難しいですね、やっぱこの射撃機で相手を倒すっていうのが。はい、じゃあ次はダースモールでいきたいと思います。ダースモールはアビリティが何ですかね。おお、フェリアススロー、ライトセーバーを投げる、チョークホールド、ダースモールがフォース、おお窒息させる技ですね、チョークホールドで。一番右の R1 のがスピンアタック、前方に跳躍しライトセーバーによる。おお分かりました、じゃあ行きましょう、ダースモールで。ダースモールは比較的、ああ時が来た、音楽がいいですね、やっぱこれが強い。うわ強い強い、とっても扱いやすい。はい、
強いっすね、本当に。強い。この特殊なアビリティをうまく使いながら倒していくと比較的スムーズにいけるはずなんですけど、そう、うわーすごい、もう無双状態ですね、ここまで強いと。はい、あと少し、あと14人ですね。うわー一方的ですね、これちょっと。おお、あ、やられた。え、やっぱ調子乗ってるとダメですね。後ろから今やられましたね。くそー、ダースボールでやられるのはちょっと屈辱的ですね。よし、あと少し、5人。やばい、後ろに。よし、行きました。はい、やっぱダースモールだと簡単ですね。はい、じゃあ次に無限のパワー、2つ目のミッションですね。おお、これはダース・ベイダーとシスが使われるということですね。チームバトル、はいはい。じゃあ最初はダース・ベイダーからいきましょう。ダース・ベイダーのアビリティはライトセーバースロー、ライトセーバーを投げるですね。で、R1 と L1 の技が、フォーカスドレイジ。格闘攻撃やスタミナを消費しなくなり、さらに追加ダメージを与えるようになる。強化アビリティってことですかね、自分を強化する。で、R1 がチョーク。あ、そうですね。はい。じゃあ、ダースベラでやってみたいと思います。ダースベラは強いでしょう。お前たちはダークサイドの力、ああーなるほど、アビリティ中に R2 を押さないとダメなんですね。はい、強い強い。これで強化してるってことですよね、多分。おお、一方的ですね、これも。やっぱりどこで、あ、開いた。やばい、チョークの間に攻撃されると辛いですね。はい、次はどこにいるかな。はいはい、開いた、ごめんなさい。よし、おお、来てますね、来た来た来た。強いな、一方的すぎて、なんか申し訳ないぐらいの。どこにいるかな、赤い方ですよね、多分。今左下のマップに赤い点が出てる、赤いエリアが見えてると思うんですけど、そっちの方向に多分いるんですよね、やっぱり。やばいやばいやばい、よしよしよし、どこだ、残りの敵はいた。よしよしよし、これで強化。やばいやばいやばい、うほー、あ、いますね、こっちだ。よし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 、後ろから、あ、くそ、気づかれた。よしよしよし、おお、来ますよ、ほらほら、あ、いた、近くにいたんですね、こんな近く。残り10キル、あと10人倒せばってことですね。あ、あれあれあれ、
よし、よしよし。あと5キル。どこだ。あ、今こっちから撃たれてきましたね。よし、投げて。当たるからか。よし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 。あと1キル。どこだ。あっちか。いたいたいた。あー、倒してくれたのか、コンピューターが。さあ、じゃあ3つ目ですね。私が受け継ぐ。お、カイロレンですね。なるほど、そういう意味で私が受け継ぐっていうタイトルなんですね。じゃあやってみたいと思います。はい、おー、ついにカイロレン。はい、じゃあ最初はカイロレンでいきましょう。はい、カイロレンのアビリティはプル、前方の敵を空中に浮かせながら自分の元へ引き寄せる。おお。で、 R1 と L1 の技がフレンジー。カイロレンが怒りを解き放って敵から敵へと跳躍し、おお、すごい。はい、で R1 フリーズが全ての敵を停止させ少しの間拘束するということですね。わかりました。じゃあカイロレンでじゃあやっていきましょう。あ、これ制限時間ないですね。ほう、かっこいいセリフですね。こっちかな、いますね。いた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 、上にいた。いた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 。あ、なるほど。よしよし、いたいた。ジャンプ力がすごい高いんですよね。よしよし、あっちにもいた。なるほど、フリーズでいるとたくさんの敵を同時に止まらせるといいからいいですね、これは。よしよしよし、よし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 。うわ、敵が多いな。ちょっとやばいな、これは。敵が多すぎる。ちょっと隠れましょう。あと3人か。よし、あと1人。ここだ、行け。よし、かっこいいですね、やっぱこのライトセーバー。はい、ファーストオーダー勝利。やっぱグレードが1だ、そんなに難しくないですよね。はい、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。じゃあ皆さん、ご視聴ありがとうございました。